こんにちは、ゼロ奏者の高原きのえです。お待たせしました。待望の太鼓を気持ちよく弾けるようになろうシリーズ第2弾です。だいぶ間が空いてしまいましたが、今回は806から810小節と827から832小節を中心に指使いの選択とオケでのコツについてお話ししていきたいと思います。駆け抜けるように締めくくるプレスティッシモ、可能な限り早くの一つ前のこの箇所になるといよいよ終盤だと感じますが、2回現れるココアダージョの前は大きい威厳を挟みつつ小節をまたぐフレージングのため混乱する箇所でもあります。今回の動画で何か少しでも掴んでいただけたらと思います。それでは806小節から一緒に見ていきましょう。私はレの音を第2ポジションで取っています。指を弦線にずらすことで四の音を取ることができます。先ほどのこの第二ポジションの4の指は弦線でラの音を取れているわけですが、このラの音を2の指で取るように伸ばすことで4の指で四の音を取ることができます。ここでオクターブが取れるわけです。シの隣はファのシャープなので伸ばして第3ポジションで第4ポジションで伸ばしてずらします。伸ばしたりずらしたりっていう指使いは上級のテクニックになるわけですが、ここを第一ポジションで弾こうとすると一弦またいだ異弦が頻発したり大きい距離ができてしまいますが、隣の弦を選択することができてこのテンポで弾くことが可能になるっていうわけです。827から832小節も同様の指使いなんですが、1回目より1小節多いので親指を使うっていうことも考えられるんですが、途中までが全く同じ指使いなので私は1回目と同様の第3ポジションを選択しています。親指を使う場合は830小節から1のとこに3を持ってきつつ親指を乗せるといいかなと思います。第3ポジションを選択する場合は1弦またいだ大きい弦が4回も連続してしまうので使う弓の位置に注意しましょう。弓元は大きい弦がしにくいので真ん中より少し弓元を目指すようにしましょう。次にオケでのコツですが、スコアを見ていただくと合唱と管楽器はアーレメシェンのフレーズで弦楽器群がこの形を弾いていることが分かりますよね。2つ振りで進行する箇所でそこまでクレッシェンドしている上に1拍目裏から合唱と管楽器で強烈にアーレって始まるのでララレレレレファラって練習すると実際のオケに乗った時混乱して散々練習したのに分からなくなってしまうという可能性があります。というわけで R メンシェンって2、1ってなるので、これは私がやっていることなんですが、というように拍は捉えつつフレージングを2、1で持っておくと見失わずにいけるかなと思います。
たでしょうか。久しぶりの太鼓を気持ちよく弾けるようになろうシリーズ第2弾をお送りしてまいりました。ご質問はメンバーシップ特典でのみお願いしたいと思いますので、ぜひご参加の上ご質問お待ちしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。